切りました。ファールボール。抜けました。一気にライトへ。見事起用に応えました。ノーアウトランナー一塁です。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。さあ、ここでベイスターズダイソーを送ります。ファーストランナーは神里。長打でランナーが帰れば同点です。さあ、この終盤で同点のランナーを置いています。しかもノーアウトです。バッターは大和。まあ1点の欲しいシチュエーションですから、バントか少なくともランナーを進めるようなバッティングが求められるでしょうね。はい。さあ、ここは送ってくるんでしょうか。ここはバントを警戒。送ってきた。あっと、フライになった。掴んでアウト。決めることはできませんでした。ワンアウトランナー1塁となりました。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。いい当たり。ライナー抑えてアウト。ツーアウトランナー一塁とか。バッターボックスには代打の細川。ツーアウトになっています。初球わずかに外れてボール。ああ、外野は下がってますね。ジャストミート。ワンバウンドヒットになった。ファーストランナーセカンドキャンバスを蹴った。センター前ヒット。ベンチの期待に応えました。これでサードまでランナーが進みました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。さあ、そしてバッターボックスには桑原が入ります。さあ、同点のチャンスです。まあここは逃せない場面でしょうね。なるほど、そうですよね。左方向、スタンドに入ります。打ち上げた。これはスタンドへ入りそうです。スタンド、ファウルボール。3球目は何で来るか。釣り球。しかし誘いには乗りません。外の球打った。ファーストの右抜けた。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ベイスターズ同点。1対1。試合は振り出しに戻りました。ご覧いただきましょう。この大事な場面で貴重な同点打を放ちました。いい流れがね、そろそろ来てると思いますよ。試合は振り出しに戻っています。バッターボックスには2番佐野。ベイスターズこの回1点を入れています。さあ、同点に追いつき、なおも勝ち越しのチャンスを迎えています。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあ、ここもつないでいけるか。ファウルです。振り遅れてますね。さあ、と当ててしまいました。デッドボール。完全にすっぽ抜けてますね。カープ、ここでピッチャーが変わります。一打勝ち越しの場面でマウンドに上がったのは島内。さあ、そして打席には太田が入っています。さあ、チャンスが続き満塁の場面。まあここで勝ち越しておけるとだいぶ有利になりますから、なんとかしたいですね。なるほど、そうですね。しっかり捉えた。
センター前に抜けます。ホームに送球する。サードランナーホームイン。ベイスターズ勝ち越し。2対1になりました。なおも満塁のチャンス。この場面で見事なタイムリー、勝ち越しに成功しています。これ難しいボールなんですけどもね、執念で持っていきましたね。ここでリードを取っていきます。しかし勝利のためにはもう少し点差が欲しい展開になります。ここでリードを広げておきたいですね。さあそしてこのチャンスで打席には4番の牧入っています。センターへ、ここは打ち上げています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点でリードしました。7回終わって2対1、ベイスターズ逆転に成功しました。これから8回カープの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。背番号19山崎がマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。4番バッター松山、先ほどの打席はライトフライに倒れています。いやアウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。ベイスターズ1点リードで迎える8回です。次が2球目アウトロー、空振り。ストライクになります。ワンボールツーストライクと追い込みました。まあ、ここは自信のある球をボール気味に振っていきましたが三振。ワンアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。さてこの堂林、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、目の覚めるような速い打球を外野オーバーまで飛ばすことができるバッターですね。ああそうですか。インコース、これは外れます。ボールになります。ストライクになります。フルカウントです。6球目は何で来るか。追っつけて打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。これがチーム10本目のヒット。ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。バッターボックスには6番相澤。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に。ストレート打った、高いバウンドになった、ファーストが抑えた、一塁アウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには末永入ります。さあツーアウトながら一打同点という場面です。このピンチをしのげると大きいですから、気合を入れ直して投球してほしいですね。なるほど、そうですよね。初球から際どいコースをついてきます。2球目は何で来るか。高めの釣り球、手を出してしまいました。ここはあっという間に追い込んでいます。さあ外してくるのか。ここは見送ります。次が4球目打ちのボール打っていった、掴んで3アウト。追いつくことはできませんでした。
先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。同点のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対1ベイスターズが1点差を守っています。8回の裏に入りましたベイスターズの攻撃、打席には5番バッター宮崎。今日はまだ当たりがありません。ベイスターズ1点リードで迎える8回の攻撃です。ボールになります。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、レフト掴んでワンアウト。バッターは守備交代から起用されている島内。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ここはフライになっています。取ってツーアウトです。バッターは7番山野。先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。ここは失敗を取り返したいですね。そうですよね。ツーアウトになっています。この回のベイスターズ打線ですが、4球でツーアウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。インコース打ちました、いい当たり、センターへ抜ける、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。いやー、ここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。バッターボックスは8番伊藤。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけど、運がなかったですね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが2球目、アウトコース見送ってストライクです。146キロ。これが3球目。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。まあ、カウントを見て変化球を投げてきそうなタイミングで走ってくることもありますね。なるほど、そうですか。4球目は何で来るか、ファウルになります。変化球空振り、3アウトチェンジ。ランナー出ましたが、ベイスターズ得点には至りませんでした。8回終わって2対1、1点リードはベイスターズです。9回、しびれる場面での登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ベイスターズの守護神三島、当然1点差を守りきらなければなりません。まあ、彼は絶対的な脚力を持っていますから、とにかく塁に出さないように気をつけたいですね。はい、そうですね。初球ボール、さあ2球目は何か、わずかに左に切れました、ファールボール。見送ります。ライト線、大きな当たりも、これはライトが取りました。バッターボックスには代打の磯村。
さあ西さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。最初は変化球できました。ファウルになります。今のファウルの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種を狙っていたかもしれませんね。打ちました。打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター西川、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。さあ1点差ながら勝利まであと1アウトとなりました。